さん、私ですね、朝起きたらなぜか赤ちゃんになっちゃってたんですよ。なんで、なんで赤ちゃんになっちゃったんだ。ちょっと待ってください。急に言葉もなんか、バブブブ。どうも、シュンズ TV です。私今朝起きたばっかりなんですけども、隣の部屋のトイストーリールームがざわ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 うるさいんですよね。一体何をやってるんだろう。とりあえずカメラを持って入っていきたいと思います。さて、トイストーリールームの前まで来ましたよ。みんなで今何をやっているんでしょう。おもちゃの皆さん、おはようございます。今日もいい朝が、あれちょっと待って、ダッキーとバニーが端っこの方で泣いているように見えるんですけども、おもちゃたちがみんな心配そうに見ていて。あ、シュンさん、そうなんだよ。朝からダッキーとバニーの様子がおかしいんだ。ウッディとバズも心配してるよ。そうかそうか、みんなおもちゃたち優しいですね。心配してあげて。ダッキーとバニー、こんなところで何やってるんですか。二人が落ち込むなんて珍しいじゃないですか。なんだこのキャップは。ちょっとダッキーとバニー、どうしちゃったんですか。よいしょと、ベイビースプレー、これってもしかして、あ、赤ちゃんスプレーですよね。よし、バニー、今だ。うん、やっちゃえ。ちょっと待って、やめて。くそ、ベイビースプレーをかけられてしまいましたよ。これをかけられると赤ちゃんになるというスプレー、過去に謎の博士がくれたんですけども、なんでこんなものを、くそ、タンスの奥深くにしまっておいたはずなのに。ちょっとダッキーとバニー、どういうつもり。よろしくお願いします。説明してくださいよ。私を赤ちゃんにしてどうするの。いや、悪い、ある人物から頼まれたんだ。シュンズ TV を赤ちゃんにしてほしいってな。ちょっとそれは一体誰なんですか。ちょっと待ってください。急に、うわ、頭がくそ、ちょっと、ちょっと、なんだこれは。ちょっとどういうこと、説明してくださいよ、ダッキーとバニー。あれ、おかしいな。ああ、赤ちゃんに変わると思ったからさ。赤ちゃんらしい格好させてあげたんだ。そしたらなんで大人のままなんだ。こっちのセリフですよ。確かに赤ちゃんスプレーかけられましたけども、私に変化がないですね。一体どういうこと。ちょっと待って、なんか呼吸が、バブ。おい、マジかよ。バブーしか喋れなくなったぞ。一体どうなってんだ。バブー。いや、とりあえずさ、シュンさんが赤ちゃんになると思ったから喜びそうなグッズを集めておいたんだ。でも体は大人で、言葉だけが赤ちゃんだ。バブー。はっはっ、ティア、シュンさん大丈夫か。一体どうしてバブーしか喋れなくなったんだ。 Yes, we can. 何でも知ってるスマイリーロックさんに聞いた方がいいかもしれない、神様。バブブバブブバブブブブバブブブ。おそらくじゃが、ベイビースプレーが完全にかかってないんじゃよ。数滴しかかからなかったから、少しだけ赤ちゃんになっちゃったんじゃな。バブブブバブブブブ。落ち着いてください。ベイビースプレーの効果はすぐに切れるはずですよ。バブーバブブブーバブブブー。いえいえ、どういたしまして。バブブブーバブブブー。いや、悪い、シュンさんに赤ちゃんになってもらいたくてさ。とりあえず赤ちゃんベッドで寝てこい。バブーバブブブー。いや、冗談だよ。それにシュンさんに赤ちゃんになってもらいたいって言ったやつ、今現在タンスの裏にいるぜ。バブブ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 
じゃん。みーはにゃんちゅうだちゅう。久しぶりだにゃん、シュンズ TV。 バブブー、バブブブー。いやー、にゃんちゅうが昨日の夜現れてさ。ああ、俺たちに悩みを打ち明けてきたんだ。その悩みに同感してタンスの奥にあったベイビースプレーを取り出したんだ。そうだにゃん、シュンさんは赤ちゃんの頃ミーのことをよく見てくれてたけど、最近は見てくれなくて悲しいんだにゃん。それにココちゃんも最近ミーたちのことを見てくれなくなったにゃん。バブブー、バブちょっと待ってくださいよ。ベイビースプレーの効果が切れたみたい。やっと喋れるようになった。よかったって。っていうか、この格好も恥ずかしいから、ちょっとダッキーとバニーすぐに着替えたいと思います。よろしくお願いします。いやー、とりあえず洋服を着替えましたよ。にゃんちゅう、とっても悲しいんだね。でもですね、子供は成長していくためにどんどん好きなアニメとかも変わっていくんですよ。ココちゃんは今でもにゃんちゅうのことが大好きだよ。みーは信じられないんだにゃん。どうしよう。あ、そうだ、にゃんちゅう、その悲しさをずっと心に持っておくのもかわいそうなので、しばらくシュンズ TV の部屋にいてください。絶対にココちゃんや私は今でもにゃんちゅうのこと本気で大好きって証明してあげたいと思いますので。それにダッキーとバニー、赤ちゃんスプレーはもうやめてよ。赤ちゃんになりたくないですから。いや、悪い。困っている人を見たら助けないといけないだろう。まったく、もう、まあでもですね、とりあえずにゃんちゅうがとっても落ち込んでいるということで、しばらくこの部屋にいてもらいたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。バイバイみんな、また見てにゃん。おいおい、またにゃんちゅうに会えて嬉しいじゃないか。キャビッタ、そうだね、キャビッタと同じ猫さんだもんね。みーもみんなに会えて嬉しいんだにゃん。キャビッタとララルーに質問です。カワセミという鳥を知っていますか？私はそれを知らないわ。あ、そうだな、俺も初めて聞いた。セミという名前じゃないか。みーは知ってるにゃん。教育番組でやったことあるんだにゃん。にゃんちゅうはとても物知りなんだな。キャビットとララルーに質問。猫とウサギ以外で好きな動物はいますか？にゃんちゅうはどうしてネズミの格好をしてるの？みーは猫だけど、ネズミの気持ちが知りたいんだにゃん。そうなのね。じゃあネズミが好きよ。あ、そうだな。俺もネズミが大好きだと唱いました。ネズミとかけまして、パソコンと解く。その心は？どちらもマウスが必須です。キャビット面白いね。笑いが止まらないわ。キャビットです。これを見てるみんなどうか頼む。チャンネル登録と高評価をしてほしい。そうすれば私たちみんな笑顔になるのよね。毎日笑顔で暮らそうぜ。それじゃあまた明日、キャビットです。またねー。